詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル。おはようございます、こんばんは。詩吟チャンネルのヘイヘイです。このチャンネルは詩吟歴20年以上の私ヘイヘイによる詩吟というとてもマイナーな日本の伝統芸能の魅力や吟じ方についてわかりやすくざっくばらんにお話ししていくチャンネルです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日は月曜日ですね、9月9日に収録しているんですけれども、そう、週末大腸検査、結構ドキドキしながら行ったんですけれど、結果としては、至って、特に問題はなくてですね、文字一文字の、あれです、よくあるあれで、なんだろうという結論になりました。そう、カメラ入れるときに鎮静剤を入れようか、悩んだんですけれども、やはり自分の体だし、奥さんにも安心させたいからですね、自分でもちゃんとカメラ入れられている中の様子を見なきゃいけないと思って、もう、なしにしてください、つって、で、自分で、そう、中を、大腸の中をですね、カメラを凝視しながら、あ、結構綺麗だなとか思いながらですね、無事終わりました。それで、そう、土曜日は無事になんとか、ほっとして、翌日はもうあれですね、詩吟の体験講座が迫ってきているんで、それの今準備をですね、黙々と進めております。細かいプログラムを作ったりとかですね、アンケート用紙を作ったりとか、 あとは撮影のお願いをしたりとかですね、いろいろ準備をしておりまして、忙しくしております。で、今週は配信、通常通りやるんですけれども、ただですね、もしかしたら木と金はできないかもしれない。ちょっと仕事上、出張が、ドドドドドと、2日間で4箇所か5箇所ぐらい巡る出張が今、予定されているんで、ちょっと今厳しいかもしれないですね。なので、ただ通常配信で月か水が、行けるだろうなという見込みになっております。よし。ではですね、今日お話しする内容はですね、聖夜詩、李白の聖夜詩を吟ずる上での、3つのコツという、1年ぐらい前かな、3つのコツシリーズっていうのをやっていたんですよ。ただ4つぐらいしか僕やらずに終わっちゃったんですけれども、そこにコメントをいただいてて分かりやすかったですっていうのがあったんですね。あ、そういえばこのシリーズやってたなって思い出してですね、再開しようと思います。自分でも見返しながら、なかなかそんな悪くないことを言ってるなと思ったんでですね、過去にちょっと再生リスト YouTube でまた整理しようと思うんですけれども、川中島と風郷夜泊と、富士山と、なんだっけな、あともう一個ぐらい、あったんですけれども、それぐらい、偶星かな、初期の偶星ですね、ぐらいをやっていたんですけれども、そんな感じですね、この3つを押さえておけば、この銀が結構いい感じにしまったものになるよという、そういう、小手先というよりは、スキル的にはよく失敗しやすそうなところ、あとはこの監視に臨む上で、こういうところを押さえた方がいいよという、これを吟じる上でどなたでも結構役に立ちそうな内容のところをですね、3つに絞って、お話ししていくシリーズになっております。ということで今日はですね、李白作聖夜詩ですね、こちらを紹介していきます。ではまず早速詩文から読んでいきたいと思います。聖夜詩、李白。昇前月光を見る歌子楽はこれ地上の下かと、神戸を上げて三月を望み、神戸を垂れて故郷を思う。ではどういった内容かはですね、寝台の前に月の光が明るく白く差し込んでいる。あまりの明るさに霜ではないかと疑ったが、それは月の光なのであった。頭を上げてみれば山上に明月が煌々と輝いている。異郷にあってこのような美しい月を見ると、とりわけ故郷を思う情に惹かされて考えに沈んでしまうのである。まあこれも今からそろそろ中秋の明月の時期ですけれども、月の綺麗な、もっと季節的には進んでそうな感じはしますけれど、有名な詩文になっております。で、五言絶句ですね。では言葉の上げて、神戸を上げてはとかっていう流派もあるかもしれないんですけれども、今日は神戸を上げてというところで、やっていきますね。では、まずは一度吟じて、それから3つのポイントをお話しして、最後もう一回吟じるという流れでいきたいと思います。聖夜詩、李白。昇前
月光ちょっと鼻が詰まってきたんですけど、こんな感じになります。ではですね、早速3つのポイントをお話ししていきます。一つ目はですね、この小禅ですね。小禅で、余計なことをしない、もうシンプルな美しさを聞かせるという、ことになります。この詩文はですね、五言絶句になっておりまして、そもそも五言絶句はですね、言葉が少なめ、だからその分節調を聞かせるようなスタイルになっていきます。で、それを、しかもその節調が長めになるんでですね、それをダラダラとやると結構のんべんだらりとしたような、間延びした吟になりがちなんですけれども、で、これが、基本的な前提の五音絶句の話ですね。で、特にこの聖夜詩はですね、もう静かな夜を思うだから、もうこの詩文を読む、文字柄を見ただけでですね、なんか本当に静かなんだなっていうのを、感じるわけなんですけれども、だからですね、本当に、ここに、いろんなスキルとかをですね、いろんな音の変化とかをごちゃごちゃ入れるものではないんですよ。いかに、この、シンプルにですね、シンプルだけれども美しく、ということなんですよ。最近僕話した引き算の美学という話をしたんですけれども、本当に余計なことをしないことによって、この美しさを示していく必要があるというのが、この詩文に取り組む上での大事なポイントなんですよ。なので、それが出てくるのはですね、やはりこの聞く出だしがすごく大事になってくるので、この小禅ですね。小禅で、この小禅のんの、んで聞かせるところはですね、小禅とかですね、こんな風にごちゃ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 入れないんですよ。よりシンプルに、シンプルだけれども、そこにですね、自分なりの意志とか、この美しさを聞かせるんだとかですね、そういう力強い意志を持った上でシンプルに聞かせるっていうことです。なので僕もこの小禅、言葉ももちろん丁寧に必要なんですけど、特にこの小禅ですね、ここでいかにシンプルにして聞かせるかということを、意識してました。小禅だからこの止めのあたりも最後もですね、丁寧に丁寧に意識するというこの小禅の節調シンプルさ、これが一つ目のポイントになります。そして二つ目はですね、月光を見る、月光を見るですね、ここでも言葉の丁寧さはここで最大限発揮しようということに、なります。これも先ほどの前提と同じなんですけれども、いかにこのシンプルに聞かせるか、シンプルに聞かせるっていうのはですね、本当に難しいことで、僕も早々にできることでは全然ないんですが、節調をシンプルに聞かせるんであれば、やはり発音とか発声を、で音程もずれていたらダメですね。で、言葉をシンプルに聞かせようと思ったらですね、発音とアクセント、
あとは言葉運びですね。このあたりを丁寧に丁寧にやらないといけないことになるんですが、これが見事にこの難しさ、この詩文の読みの難しさが詰まっているのが、この月光を見るなんですね。月光を、まず月光にすぐ小さい図が入ってますね。なのでこの小さい図を潰さずに言えるかどうか。で、月光をのこのアクセントですね。2音目が小さい図が入っているアクセントは難しいんですけれども、月光をと、月光のしっかりと小さい図から音が上がるぐらいの意識を持って、ちゃんとアクセントを取る必要がある。しかも月光を、こうで伸ばした、こうで長音が来た後に、おが来るんですよ。月光を、このおですね。これも潰さないように、この丁寧さがポイント、生きて、大事にできてるかなっていうのが、ここで見られるわけです。で、ここが続いた後に最後に見るですね。頭高の2文字の言葉というのは、本当に読む上で、言葉の丁寧さがですね、現れやすいんですよ。頭高の2音。これが一気に、ドドドドドッと、この難しいコースが一気に来るのが、月光を見るになるんですね。だから、ここはですね、まあ、説教なんか考える余裕もなく、この言葉だけをいかにどうやったら丁寧に表現できるかだけを考えてですね、走り切るというのがここの二つ目のポイントになります。むしろここができたらですね、小前で説教の丁寧さ、そして月光を見るで、言葉の丁寧さ、この両方をこの聞くのところで全部聞かせることができればですね、もう正直あとは後半はその流れでやればいいんですよ。ということで、この二つ目のポイントになります。そして、三つ目ですね。三つ目は、まあ、詩文の意味合い的なところになるんですけれども、天空の方の神戸を、の神戸を上げての神戸ですね。で、結句の方で神戸をっていうのがもう一回入ってきます。この繰り返しが入ってくるんですけれども、天空の方はですね、神戸を上げて、上げてでこの上を見ているような感じですね。で、今度は神戸を垂れて、下を見ているような、下をというよりはまあ過去を忍ぶ感じなんですけれども、頭の方向向きとかがですね、違ってくるわけなんですよ。なので、せっかく2回出てくるのであれば、この神戸をの、二つをの神戸をですね、ちゃんと、言い分ける、吟じ分ける、という意識が大事になってきます。どっちもですね、なんか同じような感じにやっていると、せっかく繰り返しているのに意味がなくなってきますので、こっちの神戸、どういう神戸なのかですね、神戸をなのか、どっちの神戸をなのか、それが分かるように、自分自身で意識して、ただ吟じるときにですね、その あからさまに上げて下げてって吟じたら、それはちょっと違うんでですね、声で表現するということです。で、表現しようと思った場合は、まず頭の中で、どういう風なものなのかをイメージしながら吟じないと、そのイメージが伝わることがないんでですね、やると。で、引き続きここも小前月光を見るで鍛えたこの丁寧さ、シンプルさ、それを意識しながらこの神戸をというのを取り組むというポイントになります。3つのポイントと言いながらですね、だいぶその中に含まれているものも喋ったんで結構盛りだくさんな感じになったとは思うんですけれども、1つ目はこの小前でこの運のこの接調のシンプルさを聞かせる、そして2つ目は月光を見る、でここで言葉の丁寧さを聞かせる、そして3つ目は2つの神戸用の吟じ分けになります。ということで、お話ししてみました。ただこれ本当にですね、僕もこんな偉そうに喋っておきながら多分めちゃくちゃに難しいです。僕を教えてくださっている先生もですね、そうこの話やっててなんだろう1000回ぐらい、そう、聖夜詩を1000回素読して、なんか、ようやくちょっとできるようになったかも、みたいなこと話してたんですね。僕なんかペーペー中のペーペーなんですよ。ですが、まあ、必要なことぐらいはなんとなくわかりますんでですね。今日はこれお話ししてみました。こんな感じで、三つのコツシリーズはきっと皆さんの役に立つと思いますんで、有名どころだと僕が思うようなもの、例えば領収詩とかですね。まあ、李白とか徒歩とか、そのあたりはまず有名どころかなと思いますし、来山陽系のやつもですよね。富士山はもうやったし、風景余白もやったんですけれども。まあこんな感じで、競輪草雑影とかからかな。有名そうなものを、ピックアップして3つのコツは結構そこそこの頻度でやろうかなと思っております。だから、ぜひぜひですね、リクエストいただければそれもしっかりとやりたいと思いますんで、ちょっと、僕が吟じたことなかったやつはですね、ちょっと時間かかるかもしれないんですけど、そんな感じでリクエストをお待ちしております。では、もう一度改めて、自分でめちゃくちゃハードル上げてるんですけれども、この聖夜詩を吟じて終わりたいと思います。聖夜詩李白。
小禅月光見る歌を楽はこれ地上の下かと望み神戸を垂れて故郷思う。いかがでしたでしょうか。いかがだったんでしょうかね。本当に難しいです。故郷を思う、月光を見る、ですね。このあたりが繰り返しもう一回来るんで、地上のはまだやりやすいですかね。ですけれど、やっぱ小禅、月光を見る、うん。ここでどこまで丁寧さ、そしてこの引き算の美学感をですね、出せるかどうかで、やっぱこの詩は決まるんだろうなというのを吟じていて改めて思いました。ぜひぜひこれを吟じる際に参考にしてみてください。では明日も通常配信ですね。ということで、まずは3日間、頑張りたいと思います。詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル、どうもありがとうございました。バイバイ。